メランディ・ゴンザーレスは、ドミニカ共和国産チェス・ラミレス州、コトゥイ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のセントルイス・カージナルス参加所属。2013年3月に、ニューヨーク・メッツと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・メッツで、プロデビューした。2013年シーズンは2先発。 14登板で44.2インニングを投げ4勝1敗、防御率2.82を記録。2014年も引き続きドミニカンサマーリーグメッツで13、先発、14登板し、59.0インニングを投げ3勝4敗、防御率3.51を記録した。2015年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグメッツとアパラチアンリーグのルーキー級、キングスポートメッツでプレーし、 9先発、13登板して66.2インニングを投げて4勝3敗、防御率2.57を記録。2016年は A-9 ブルックリンサイクロンズでプレーし、14、登板すべてで先発して6勝3敗、防御率2.87、ホイップ1.33を記録した。2017年は A 級コロンビアファイヤーフライズで開幕を迎える。 4月9日から5月3日にかけて28.2イニン,ング連続無失点を記録し、リーグ記録の39.2イニン,ングには及ばなかったものの4月のリーグ月間選手賞を受賞した。6月には A 級のセントルーシーメッツに昇格した。2017年7月28日に AJ ラモスとのトレードでリカルドセスペデスと共にマイアミマーリンズへ移籍し、 参加の A 級時ピターハンマーヘッツでシーズンを終えた。シーズン中は3球団で20先発、22登板し13勝3敗、防御率1.66、ホイップ0.97、ヒアンダ率212を記録。シーズン終了後にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2018年は A 級ジャクソンビルジャンボシュリンプで開幕を迎える。 4月19日、リリーフのクリス・オングレーディが、故障者リスト入りしたのを受けて、ロースター入り。同日のミルウォーキーブルワーズ戦に登板し、MLB オールスターゲーム選出経験のあるロレンゾ、ケインから三振を奪うなどにイニングを投げ3飛安打、無失点で、メジャーデビューを飾った。シーズン中は、A 級ジャクソンビルへの降格と最小格を、経験し、最終的に10月2日に、 マーリンズに昇格、メジャーリーグでの初シーズンを1先発、8登板、2勝1敗、防御率5.73、ホイップ1.77の成績で終えた。2019年3月2日にウェーバー工事でサンフランシスコジャイアンツへ移籍したが、25日にディエフェとなった。その後、3月28日に再びウェーバー工事を経て、セントルイスカージナルスへ移籍した。 6月8日に DF となり、10日にマイナー契約に切り替わった。ありがとうございます。